こんにちはゆるふわです 皆さん、花粉症大丈夫ですかもう私ね、重度の花粉症なんですよ。で、昨日、昨日あたりかなもう鼻水もたらたらすごいし、なんかこう水道みたいに鼻水垂れてくるし、あと目もすっごいかゆいんですよ。で、薬飲んだんですけど、なんかあんまり効果がなくて、どうしようか悩んでいるところなんですけれども、花粉症の方めちゃくちゃ辛いですよね。もうね、花粉のない沖縄にね、今すぐ戻りたいくらい辛いです。 で、申し訳ないんですけれども、もしかしたらね、動画の中でちょっと鼻をすすってしまう場面だったりというのがあるかもしれないです。私が花粉症だということをですね、あの、ご理解いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、今日もね、すごいユーモア溢れる情報たくさん入ってきています。なんとね、皆さん。 ロッテのチョコパイン。皆さん好きですよね。私ね、でもね、チョコパイ食べるとめちゃくちゃニキビができるので、チョコパイ食べるときはもう必ず一つと決めてるんですけれども、ロッテのチョコパイなんでね、ロッテが NFT プロジェクトを世界展開していくということで、大きなニュースが入ってきています。あとですね、皆さんネムが結構、 こう急騰してきていますよね。そういったところもコインマーケットキャップの相場を見ながら一緒に解説していきたいなと思っています。ぜひぜひね、今日もね、動画最後までご視聴ください。このゆるふわ仮想通貨チャンネルでは日々仮想通貨に関するユーモアあふれる楽しい情報をじゃんじゃんシェアさせていただいちゃっております。 はい。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録とベル通知お忘れずによろしくお願いいたします。またね、スーパーサンクス待ってまーす。ね、スーパーサンクスは私の癒しの焼き芋台にさせていただいております。もうね、大好きすぎて、なんと沖縄の旅行でも結構ずっと、あのー、夜ご飯焼き芋でした。 ね、私のツイッター見てくださってる方分かってると思うんですけれども、そう、沖縄でも焼き芋を堪能させていただいておりました。そう沖縄ね、あとね、あのー、どこ行ったんだっけなそうまだは、まだね、あのー、サブチャンの方で配信してないんですけど、なんだっ,たっけななんかファームに行ったんですよ。ファームに行ったら、なんか紅芋のソフトがあって、それもめちゃくちゃ美味しかったんですね。なので、その、 沖縄の様子はサブチャンの方で配信をさせていただいておりますので、今後のね、サブチャンまだまだね、あの、配信できてないですよ。編集が間に合ってなくて。そう。なのでちょっと編集急ぐんですけど、そのサブチャンの方もチェックいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは今日も元気よく仮想通貨情報を見ていきましょう。それでは、レッツナーゴー <laughs> はい、早速ですねまずコインマーケットキャップで相場の状況を見ていきましょうはいこちらがですね今の相場状況となっていますビットコインが318万円台イーサ2 2万円台 さほどね、昨日と変わりない感じですね。なんですけど、昨日ね、8位に多分ポリゴンいたと思うんですけど、ポリゴンがえっとちょいと下がってきて、同時が8位に入ってきましたね。で、9位ポリゴン。で、ここら辺変わんないですね。11位ソラナの、12位ポルカドット。でも、ポルカドットも昨日900円台だったので、やっぱりちょっと値、ね、下がってきているイメージですね。 相場が、なんかこう、全体的にまあ若干下がってきているのかなという感じが見受けられます。はい。それではね、トレンドを見ていきましょう。はい。まず、訪問数多数ですね。まあ、昨日から引き続き、この OXAI というトークンが、えっ、ー、と、訪問数多数で出てきていますが、ちょっと私、わからないので、もしね、あの、わかる方いらっしゃったらコメント欄で情報シェアをお願いします。 はっきり言ってね、4位ぐらいまでほ,ほぼわからないですね。はい。5位ビットコイン、6位イーサリアム、7位芝犬が入ってきています。で、10位ポリゴンマティックですね。そうですね。さマティックちょっとね、1週間で16%の下落見せてはいるんですけれども、うん、でもこういったね、訪問数多数だったりとか、 これからね、ロッテのチョコパイのお話もさせていただきますけれども、そこでもね、ちょっとマティックのお話があるので、そう、そこでね、ちょっと今後の,マあの、そこでね、私が注目しているマティックのお話もさせていただきたいと思います。まあ、うん、個人的にはまあこれぐらいだったら、まあ、マティック大丈夫なのではないかなと思っています。はい、それでは人気急上昇ランキング見ていきましょう、1位、バイ犬、2位、ステップン、来ましたね、GMT コイン。 で4位がオプティミズム、5位、えっと、ビットコイン、6位パンケーキスワップ、7位マティックポリゴンですね。が入ってきている状況です。バ犬いいですね。シ、え、バ、ー、犬が人気急上昇なんですね。はい。それでは次、値上がり、値下がり銘柄を見ていきましょう。はい。冒頭にもお伝えをさせていただきました。価格上昇ランキング第1位がネムです。 ネームがすっごい上がってきました。今ね、これ29.68%となっていますね。で、ネームなんですけれども、えっと、韓国の取引所、アップビット手動でパンプがされたみたいなんですね。で そうアップビートで出来高ほぼない状態だったにもかかわらずですね、突如、あの急増したということでバイナンスの方でも約7.5倍の出来高が急遽発生しているということでここのね理由に、明確な理由についてが分からないんですよね。なのでね、これから多分ニュースで出てくると思うんですけれども。そう、 そのニュースをね、キャッチ次第、このゆるふわ仮想通貨チャンネルでも、あの情報配信させていただきますので、はい、ぜひ、毎日のね、このゆるふわチャンネルをご覧ください。もうすごいですよね、いきなりめちゃくちゃ上がってきていて、であまりにあの突然の価格の上昇だったので、なんかね、売り買いに関しても、なんか一時ストップしていたところもあるみたいで、あとね、あの仮想通貨の取引所、まあ、バイナンスだったりとか、 まあ、バイビットだったりとかあるじゃないですか。価格帯もなんか結構違うんですよ。なので、もしね、これ、あれ価格上昇してるからね、ねむちょっと気になるなって思われている方、各取引所で結構ちょっとね、まあ、誤差だったらわかるんですけど、見た感じね、え、そんなに違うのっていうぐらい取引所によって価格、打ち出してる価格が違ったので、ちょっとね、見てみてください。そう。 今ね、コインマーケットキャンプ場では7.72円とはなってます。はい。日本円でね、なってます。はい。価格上昇ね、おー DYDX も上がってきましたね。DYDX も上がってきています。はい。価格下落ランキング見ていきましょう。エイプ下がってきてますね。3.47%。オプティミズムもまあ上がりすぎたからの調節なのかな。えーと。 マイナス3%ほどで389円をつけています。という状況になってきています。まあね、今回この、やっぱりね、ネムが一番、まあ、ポイントだったのではないかなと思っています。それではね、今日の相場状況をお伝えさせていただきました。ちょっとね、今後、ネムにはちょっとね、注目してみていきましょう。はい、それでは、皆さん、仮想通貨トレードでーす。 ありがとうございます。ユるフわファミリーの方がですね、私が何勝何杯なのかという情報をシェアしてくださいました。本当にありがとうございます。なんとですね、3勝14杯ということで、多分昨日が15杯目になったんじゃないかな。やばくないですかこの逆髪。だからね、もう本当にね、私が言ってることは信用しないでください。そう。<laughs> <laughs> 全く信用しないでください。なのでね、今日はその3勝15敗になると思うので、そのね、4勝目を勝ち取らなければいけないです。はい、4勝目、勝ち取りたいと思いますので、皆さん、応援のほどよろしくお願いいたします。それではね、今日はバイビットでいきたいと思います。もうね、本当にあの仮想通貨の取引所っていっぱいあります。 その中でもバイビットはなんといっても本当に日本語に手厚いです手厚くてカスタマーサポートも充実していてある一定の資産を保有されていたりですとか取引をされている方には VIP というランクが で、ビップランクまで行くと、LINE での、その、コンシェルジュ対応みたいな感じで、本当に、あの、一人に一人、担当の方がついてくれるんですね。そこで、あの、本当に、LINE 上でわからないことだったりとか、そういったことをクリアにできる環境もありますので、そう、ぜひね、 ま、初心者の方で、でも、それでも海外の取引所使ってみたいし、まあ、手数料も安く、あの、いろいろやってみたいなって思われる方ね、バイビットおすすめですので、ぜひぜひね、使ってみてください。はい、それでは今日も、えっ、ー、と、USDT 無期限。私が注目している、バティック USDT でいきたいと思います。それではね、はい、まずここ、取引を押します。で、 そう、ルールは変更になりました。5ドルトレードとなっております。前までね、1ドルトレードだったんですけど、あまりにも私が負けすぎるので、5ドルに変更をさせていただきました。少しでも可能性を信じたいと思います。で、今回もここね、選べます。私、なりゆき注文です。で、初心者の方必ず、ここ、分離マージンでお願いいたします。あれ はい。初心者の方、分離マージンでお願いいたします。それでは、5ドルトレード、なりゆき注文で、あ、チャート見てなかったね。チャート見ましょう。15分のチャート。いや、ちょっと下がりそうな雰囲気があるので、今回、ショートで入れたいと思います。5ドルトレード、分離マージン10倍で、入れたいと思います。ショート、ポチ入れます、ポチ 入れましたもう絶賛。まずマイナス0.08%。いや、もう見ない。<laughs> これはね、はい。このトレードの結果に関しては、この番組の最後にお伝えをさせていただきますので、ぜひぜひお楽しみにしていてください。それではね、今日のニュース見ていっちゃいましょう。 はい、皆さん、ロッテのチョコパイですよ。皆さんチョコパイ大好きですよね。そう、そこのね、韓国を代表する大企業のロッテが自社の NFT プロジェクトを世界展開すると発表しました。そしてですね、なんと、Web3 企業のポリゴンとの提携を発表したんですね。なのでね、私が大注目しているポリゴンとチョコパイがですね、 提携するんですよ。めちゃくちゃ嬉しくないですかもう、めちゃくちゃ嬉しいですよ。で、なんでね、これがまたすごいのかというと、やっぱ、ロッテグループは創業50年を超えて、韓国のトップ10に入る、あの、本当に大手のトップ企業となっています。 もう皆さん知ってますよねチョコパイだけではなく、コアラのマーチだったり、アイスの層、私結構大好きなんですけど、そう、アイスの層だったり、あとチョコレートのガーナだったり、あとガム、もういっぱいありますよね。もう皆さんが、あのー、皆さんがね、小さい頃から大好きなお菓子、ロッテのもの、多く、多くあるのかなと思います。で、このね、ロッケロッテの経営スタイルなんですけれども、理解できない事業には手を出さないということで、 そう、事業化の前には徹底的に調べる、やめるような事業には着手しないなど、本当にね、本当にあのロッテはお堅い会社なんですよ。NSC プロジェクトを世界展開していくということでですね、ロッテがいろんな会社のですね、先陣を切っていくのではないかなと個人的に思いました。そう、ポリゴンって本当にすごいんですよ。今回のこのロッテのチョコパイもそうなんですけれども、みんなが知ってるスターバックス、そしてアディダス、そしてプラダ、 こことも提携してるんですね。本当になんかこうみんながあのき、一度は耳にしたことがあるブランドさんとの提携をポリゴンは次々とあの展開してきているので、そういったこともあって私もすごく注目してるんですね。そう。なのでね、今後のね、そのポリゴンの行方というのはですね、この動画の中でね、あの、日々配信していきたいと思ってますので、みんなでね、ポリゴン注目して見ていきましょう。 で、今回、ロッテとポリゴンが提携したんですけれども、今回のね、この目的は NFT のグローバルを広げるためということなんですね。そう。で、この,あのポリゴンとロッテが最初に協力するのがベリーゴムの強化なんです。で、先月の25日にベリーゴムフォルダーで行われたパーティーにて、新しいロードマップが発表されています。 この,あの NFT フォルダーにユーティリティをさらに強化していくということなんです。このね、ユーティリティという言葉はよく出てきます。これはですね、保有者特典ということです。この NFT を持ってるとどんな特典がもらえますよということを、そのユーティリティと、あの、この業界では呼んでいます。単語の一つとしてね、頭の中に覚えておいていただけるといいかなと思います。そう、ここのね、ユーティリティなんですけれども、保有者に ホテルバウチャーやショッピングの割引クーポンなど、ロッテ製品のサービスに関連する特典を提供しますとなっています。ねえ、だからね、あのー、 いいですよね宿泊の時にその NFT 持ってることで宿泊ホテルに宿泊する時に特典もらえてまあなんかロッテの免税店とかあるじゃないですかああいうところでのもう割引のクーポンももらえるということでなんかイメージとしてはなんか株主優待券をもらえるというイメージをお持ちいただければ一番分かりやすいかなと思いますそうでねこうやっぱり身近じゃないですかやっぱり韓国すごくあの 日本から近いということもあって、旅行される方も多くいらっしゃいますし、それこそね、あの、K-POP アイドルだったりとか、なんかすごいアイドルもね、TWICE とかね、そう、すごい流行ってるじゃないですか。なんかそういったところでも、やっぱりすごく親近感のある、あの、国となっていますので、この NFT を保有することでね、そう、あんならロッテのホテル行ってみようかな、ロッテのメンジェテネお買い物してみようかな、あ、ロッテのチョコパイ買ってみようかな、みたいな、 風にね、な、なっていくのではないかなと思っていますので、ぜひぜひね、今後のあの、このロッテの NFT プロジェクトにも注目してみていきましょう。それでは果たして私の仮想通貨5ドルトレードはどうなっているのでしょうか結果はいかにいや、これ4勝染め、収めないとやばくないですか <laughs> 来るかもしれないいきます決済 !100%! はい 決済されました。え、なんか買ったっぽいですよ。なんですけどわからないので、すべての注文、決済後の損益を見ていきましょう。<laughs> イエーイ !4 勝です !4 勝目やばい !4 勝目ですめっちゃ嬉しい決済後の損益が0.0006ということで、0.0006ドル勝ちました !4 勝目です いや、今日めっちゃスーパーハッピーなんですけど。わあめっちゃ嬉しい。今日焼き芋食べたいからい嬉しいです。<laughs> でもね、そう、焼き芋はやっぱり炭水化物で太りやすいものとなっているので、私のマイルールとして土日は解禁なんです。土日は食べていいよという解禁日なので、はい。この嬉しい嬉しい感動をですね、土日の焼き芋を食べながら味わいたいと思います。 皆さんも本当にいつもありがとうございます。ということで今日はね、無事に勝利を収めることができました。これもね、皆さんの応援があってこそです。本当に皆さんいつも最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。そしてね、こんなね、かなりボケてるゆるふわをですね、いつもお支えいただき、本当にありがとうございます。もう我ながらね、結構ね、ボケがやばくて、そう、ボケもやばいんですけど、忘れ物とかもすごいんですよ。本当にね、なんか妹とかにも、 そう妹とかにもねなんかすぐ「え来れない来れない」ないとか言って <laughs> すぐ連絡するんですけどそう結構忘れ物も多いしボケも多いし、まあ、こんなねゆるふわなんですけれども今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 そう、今日は私の大注目している大好きなポリゴンのハッピーなニュースと、そして私のね、仮想通貨トレードが勝利で終えられたということで、私の中で神回となりました。ありがとうございます。それではね、皆さん素敵な火曜日の夜をお過ごしください。今日も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。また明日お会いいたしましょう。